はごゆっくりお楽しみください。こちらファーストキッチンウェンディーズのモーニングハンバーガー2種、混ぜ混ぜシェイク、ポテフレッドさんでディップソースポテト、バーベキューソースを食べたいと思います。うん、ファーストキッチンウェンディーズで久しぶりだな。ここでもモーニングセットってやってるんですね。マクドナルドとかだとあるのは知ってるんです。それだとはまた違った美味しさがありそうで、ぜひ食べてみたいですね。まあ今から食べるんですけどね。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのハンバーガーかなって見えるな。いただきます。レタスが結構はみ出てボリュームありますね。では、ごちそうさまでした。最初に食べたハンバーガーはどちらも結構野菜の味、食感、風味が出ていましたね。マクドナルドはお肉の味で勝負するなら、こちらは野菜の味で勝負しているような印象を受けます。噛んだ瞬間にトマトの甘酢が結構じわっと広がってきて、トマトがお好きなのであればどちらもぜひ食べてください。卵が入っている方が目玉焼きのコクも加わってより美味しかったです。で、次に食べたこちらのフレーバーポテトは、なんだろうな、ポテトそのものはマクドナルドよりも少し太めで、外側もカリカリとしているような味がありました。そうで、食べやすさという点ではマクドナルドの方が上かな。なので少し大きめでジャガイモの食感を感じたいという場合はマクドナルドよりもウェンディーズ、ハースクチウェンディーズのポテトの方がおすすめです。ソースがバーベキューソースで、これはなんかマクドナルドばっかりも言ったって申し訳ないんですけど、マクドナルドのチキンナゲットにつけるバーベキューソースとほぼ同じような味でした。つまり甘辛くてポテトによく合うと。で、最後に飲んだ、というか食べたというか、こちらの混ぜ混ぜシェイク、ほうじ茶と抹茶は、まだどうしますか、ちょっとマイクがマイクで、ほうじ茶と抹茶はちょっとアイスクリームを混ぜて溶かして飲むので、マックシェイクとかとはまた違った味わいがありますね。ただアイスが多すぎて若干飲みにくいというのが残念でした。その分お茶の風味はしっかり広がってくるので、少し手間はあっても味を感じたいなという場合はマックシェイクよりもファーストキッチンウェンディーズの混ぜ混ぜシェイクがおすすめです。今回飲んだだけで、やはりこの混ぜ混ぜシェイクの抹茶が自分の中で抹茶のコク深みも感じられて一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。